岸田首相が30年ぶりに経済の明るい兆しとポストして炎上。岸田首相が島根一区の補選の応援ポストで、今日本においては30年ぶりに経済の明るい兆しが出てきました。様々な分野で幅広く賃上げを広げていかなければならないと、ポストしたことで、多くの人たちから不満の声が集中してしまいました。ネットでは、まるで兆しが見えないのですが、どこに明るい兆しが出てきてんねん。私のお先は真っ暗闇です。賃上げされたとて、それに伴って国保やら所得税、 住民税、いろいろ巻き上げるのでしょう。などの意見がありました。他にもかなり厳しい意見もありました。健康保険や税で、巻き上げられるといった声がありましたが、実際どうなのでしょうか。それについてわかりやすい記事がありました。年収500万の手取りが20年で33万も減っているというものです。これは女性自身のサイトに昨年掲載されたものです。国の税収が3年連続で過去最高額を更新しており、2022年度の税収は71兆円と、 初の70兆円台に達する見通しであることが6月28日に判明しました。国の収入は右肩上がりです。財務省は国民負担率が2023年度には46.8%になる見通しだと発表した。つまり、国民所得の約半分が税金や社会保障料となっているということです。1995年から2022年までの推移が分かる表がありました。同じ500万円の年収だった場合に、社会保険料と税を引かれた後の手取り額が分かります。 1995年では約434万円の手取りとなりますが、2020年では約399万円まで下がります。その後2022年にわずかに戻して400万円となります。1995年から比較すると33万円以上減っています。内訳を見ると社会保険料の負担率が多くなっています。2028年には国民負担率は54.7%になるという試算もあるようです。この流れが続いてきて、世界情勢による影響で、 電気やガスの料金が上昇。さらには再エネ付加金も上昇しています。円安による影響で食料品も値上げが続いています。国民の負担が増えてきている中で発覚した。自民党の裏金事件もありました。そんな状況で、明るい兆しなどという言葉を使ってしまうのですから、批判の声が上がるのも当然だと思います。皆さんの意見をコメント欄で教えてください。